はい、どうも皆さん、こんにちは。あいびさです。また、ビルド2024から新発表ネタです。コパイロット。コパイロットが個人のアシスタントからチームのアシスタントになりますよ、というですね、お話があります。そちら見ていきましょう。We're also extending Copilot beyond a personal assistant to become a team assistant. I'm thrilled today to announce Team Copilot.はい、チームコパイロット。チームのメンバーにコパイロットがなるということみたいですね。ミーティングのファシリテーターをしてくれたり、グループでコラボレーションするときにこう、いろいろ手伝ってくれたりとか、プロジェクトマネージャーにもなってくれるというような機能だということみたいですね。You know, you'll be able to invoke a team co-pilot wherever you collaborate in teams, right? It can be in teams, it can be in loop, it can be in planner and many other places. I mean, think about it.Right, it can be your meeting facilitator, when you're in teams, creating agendas, tracking time, taking notes for you, or a collaborator writing chats, surfacing the most important information, tracking action items, addressing unresolved issues, and it can even be your project manager, ensuring that every project that you're working on as a team is running smoothly.These capabilities will all come to you all and be available in preview later this year. And we're not stopping there. With Copilot Studio, anyone can build Copilots that have agent capabilities. はい。まあ、チームの話がありましたけども、さらにもう一歩進んで、もうエージェントになりますよということですね。プロアクティブにこう、もう一人の人間のように振る舞うところまで行きますよという話が出てきてますと。デモ動画があるって、それを見ると分かりやすいと思うので、その内容をちょっと止めつつ見ていきましょう。Redefine business processes with Copilot Studio. Create Copilots that act as agents, working independently for you. Simply describe what you want your Copilot to do. まずはじめは、コパイロットにどんな仕事をしてほしいのかっていうことを伝えるというのがファーストステップですね。で、この例では、従業員が新しく入社しましたよとか、オンボーディングしますよっていう時に、トレーニングとか、そういうリソースですね。初めてこの仕事をするぞっていう時に必要なものっていうものをおすすめしてくださいねと。それが、ね、この人は何とかの役割だから、じゃあこのトレーニング、この資料。あなたはこういうロールだから、この資料。みたいな感じで、ロールに応じて、やるべきことが変わってきますから、それもちゃんと区分けしてくださいねっていうことを指示してますね。Easily configure your co-pilot with the details and needs, like instructions. で、この指示したことに従って、こういうことがゴールですよねと。で、例えばこんなことしますよねみたいなことがこう定義されてますね。Instructions. Trick. で、トリガーもちゃんと定義されてますね。新しい人が雇用されたよっていうことを認識したら、このプロセスを走らせますとか、エンプロイーの従業員のオンボーディングのサーベイがコンプリートしたら、まあなので、だからまあ、オンボーディングするぞっていうことが分かったらっていうことのきっかけみたいなものが複数登録できてますね。Figures. Knowledge. で、ナレッジのところでは、この仕事をするためにここを見てくださいねと。ここにこんなトレーニングのマテリアルありますよとか、このリンクトインのラーニングのところにこんなトレーニングがありますよとか、トレーニングするためのベンダーの情報がここにありますよとか、まあ、全部の情報からじゃなくて、ここにある情報を使ってやってくださいねというようなことの指示もできるみたいですね。Knowledge and actions. で、コパイロットが実行できるアクションですね。文字でこう、表示するだけではなくて、会議室依頼を送ったりとか、リソースのガイドを作ったりとか、まあ、トレーニングプランを採用のマネージャーに送ったりとか、トレーニング語り口を取ったりとか、レジストレーションプロセスを走らせたりとか、フォローアップの、これはメールなのかな、ミーティングなのかな、ちょっとわかりませんけど、はい、まあまあそういうものやったりとか。これだから、フローですよね。パワーオートメイトとかで作れるようなフローみたいなものをこう、実行する許可を与えるみたいな感じになるみたいですね。なので具体的なアクションも実行できると。Quickly test your co-pilot.
で、作ったものはこうテストするっていうことがこうできるみたいですね。まずここでね、試してみてちゃんと意図してたらそれで OK やってっていうふうにお願いするみたいなことができるし、ちょっと微修正もできるということみたいですね。 Before you deploy and seamlessly publish across multiple channels で、複数のチャンネルにこうパブリッシュする、複数のチャンネルで動かすっていうふうにすることができると。でもちろんコパイロットとか Teams とかね、そういうところはできますけど、ウェブサイトで仕事をしてもらうこともできるし、まあ、Slack のチャンネルとかでやってもらうとか、まあ、LINE でやってもらうとか、そういうこともできるように標準機能でなってるみたいですね。Watch it use memory for context. で、これはコパイロットのそのエージェントから話しかけられているようなところが表示されている感じですけど、でこのミグエルさんっていうのが多分その新人さんなんですよね。で、それがコパイロットから話しかけられていると、このオンボーディングコパイロットアシスタントから話しかけられていて、 Welcome to day 7って言ってるので、これ多分7日目なんですよね。初めの1日目はこれして、2日目これしてとかっていうことをやってきて、今日7日目ですと。で、7日目だから、あなたは今までこういうことしてきたから、じゃあ今日はこういうことしましょうねみたいなトレーニングのオプションっていうのをこうね、出してくれると。で、オンボーディングクエスチョナリーってなってますから、そのオンボーディングで今どんな状況ですかとかっていうアンケートみたいなものを取ってて、その結果に基づいて出してくれてるみたいな感じみたいですね。で、トレーニングも、まあ今日の段階でまだやってなくて、今やるべきものっていうのが多分順番にこうね、出てきてて。で、それの中からどれを今日はやろうかな、みたいなことをこう選べるって感じですね。まあ人間がやるときもね、あなたは今日ここまでやってきて、今どういう状況みたいだから、今これか、これか、これどれやったらいいかなって、この3つの中から選んだらいいんじゃないかなって、どれにしますかみたいなことをね、人間とやり取りすると思うんですけど、それと同じようなことをコパイロットがやってくれてるという感じですね。Reason over user input and manage long running tasks。で、今日はこれを選んだので、このコースを受けるんだったら、そのコースを受ける前にこうね、ちゃんと資料とか送っときますよとか、あとこれが終わった後にそのまたアンケートみたいなものも送りますねという感じで、なんか一回聞いて一回答えが返ってきておしまいっていうんじゃなくて、こうね、オンボーディングのプロセスだから、こうちょっとね、長い間との立ち上がるまではしばらく面倒を見てあげる必要があるわけですよね、新人さんには。そこの長い期間にどういうことを今までしてきて、これから何をすべきか、今日何してるかみたいなこともちゃんとこう把握し続けながらやってくれますよと。で、例えば何月何日、2週間後にこれがありますよって言ったら、じゃあ1週間前になったらリマインド送りますねとか、なんかそういう長い期間かけて、いついつになったらこれしますねみたいなことも把握して仕事してくれるというふうなデモになってますね。すごいですね。Copilot can learn from feedback to improve. で、この辺はこうフィードバックからどういう風になってきたから、じゃあどうしましょうみたいな、こういう改善みたいなこともできますよっていう画面になってますね。 And you're always in control. で、これは実際にこのフローが動いている時に、まあここになんかね、下がついてますからね、承認があんまりなされなかったみたいなことがあったみたいですね。これペールトレーニングってなってますから、多分優勝のトレーニング、これを受けたいですね、どれがリコメンデーションをもらって、それでこうこれ受けたいですとかっていうふうに送った時に、その承認レートがちょっと低くなってるぞみたいなことを検知したみたいな感じのシナリオみたいですね。で、承認があんまりなされなかったっていうことは、そのリクエストがあんまりね、こうちゃんと正しいいいものが、マネージャーがいいよっていうようなないものが結構来ちゃったみたいなシナリオを仮定してるんだと思うので、なのでコパイロットの方に、まあそのね、優勝のトレーニングのとのリクエストは、まあ、シニアセールスロール、まあそのね、新人のセールスの人からのリクエストじゃなくて、まあシニアな、ちょっとね、経験を積んだセールスロールの人からだったらリクエスト出せるような感じに変えてくださいというような指示を出してるわけですね。で、優勝のトレーニングはシニアセールスの人たちだけがこう許可されますよみたいな、そういうふうにちょっとこうフローを変えときますねみたいな感じで答えてくれてると。
なので全体の流れを見て、ちょっとここ直したいなって言ったら、こう直しといてって言うと直してくれるみたいな、なんかそんな感じになってますね。すごいですね。で、全体の流れの中でここの部分がこう変更になりましたよっていうことですね。Put Copilot to work for you with Copilot Studio。 はい、で、コパイロットスタジオを使ってこういうふうにカスタマイズしていきますよっていう話でしたねと。はい、そんなわけでコパイロットが、まあ、個人のアドバイザーのところからチームのアドバイザーになり、さらにこうエージェントとなって、こうね、その人がコパイロット自体が役割を持って、で、なんかこう何をすべきなのか分かってて、そして新しくやってきた人とか、なんかそのね、コパイロットの仕事の対象になる人たちとこうやり取りしながら、まあ1週間かけて1ヶ月かけてこうね、ちゃんとそのプロセスを回してくれる。で、その、ま、プロセスがうまく回ってるかどうかもちゃんと監視ができて、フィードバックでなんか良くないぞみたいなことがあったら、それを改善するようなこともできる。で、そのカスタマイズも簡単にやるようなフレームワークもある。まあそんな感じで、人を雇うよりも、このね、コパイロットいいやつを作って、それをこうね、仕事を回させよう、AI に回させよう、っていう風になっていく領域が増えそうな気配がありますね、ということですね。はい。というわけで、ね、このやつも、もう AI 系のやつはね、このシリーズものみたいになってきちゃいましたけど、やっぱどれも、自分の今の仕事なくなっちゃうかなっていうような、恐怖感をとかですね、そういうのを覚えるような感じでもあり、うん、今こういうのをうまく使えれば人手不足とかそういうところをすごくね効率的にできるんじゃないかという、なんか希望にあふれるような取り方できるようなものでもあり、いろいろと面白いものが出てきますので、やっぱりこういろいろとね注目したいところですね。というわけでこの動画はこのぐらいにしときましょう。はい、まだまだ他にもいっぱいありますので、はい、ぜひチャンネル登録して次の動画もお待ちいただければというふうに思います。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。